ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、新しいお願いが6件、何か増えたらしい。マリオさん、新しいお願いが来ました。グラグラシーソーの城、難しさ3や、大丈夫かな、いけるかな。でも多分これそのうちさ、あれ星のマークあるってことはさ、難しさ4とかも出てくるってことやろ。やば。頑張ろう。よし、行くぜ。お父さんの身を見まねでコースを作ったんだけど自信ないや。ってことでこの手紙を受け取ったお前、僕のお城がちゃんとできてるか最後まで調べてくれるか。匿名希望。ほう。ではお気をつけて。お前やって偉そうやな。グラグラシーソーの城。お父さんの身を見まねってあれじゃない、クッパジュニアとかじゃない。ウェイ、そういう感じ。いやー、怖い怖い怖い。絶対そうやろ。ひえーくわ。あ、ね、あの生意気な感じとか、お父さんがどうとか。ちょ、待って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 。いやー、沈むー。ふわ。あー、マジで落ちるんそれ。やめてよー。やだ、燃えるー。燃えてしまう。ひやー。あー、痛い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 。ちょ。くわ、あぶねー。これはずっとこの一本で行くのか。あ。ふう、中間。キノコ欲しい。あ、キノコ。ちょ、あー、よし、取れた。ふう、あぶねえ。これは？まっすぐじっとしておけば大丈夫ですか？え、怖い怖い怖い。ひえ。その落ちる感じ。あー、いた！しゃがんでても無理とか。あ、ここでキノコは必ず消費される運命だったのに。あ、そしてそこでキノコ。なるほど。うおー、怖い。あれ？あー、ちょっと待って。危ない。ちょっと待って、あ、これ必ず死んでないやん、全然。ひえ。もうちょっと避け。あー、痛い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 。ちょっと動かんといかん。あそこにまた中間。あー。無理です、無理です、無理です。あ、やった、中間。2個目。もうすぐじゃない、ゴール。どうよ。とりあえず、今、ちっこいけんさ。キノコ！キノコ！キノコないと辛い、それは。なになになに？ミニワンワン？ちょ、待って、いて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 、怖い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 。え？へぇー、増えた増えた増えた、無理。ですよね、ですよね、そういうか、あー、あー、そこやった。ちょ、待って、スターも飛び寄ったね、今。くそ、行くぜ。とりあえず、そこで。キノコ、よいしょ、OK。キノコを取っておいて。く。いえー。いやー、やめてー。はい、スタート。オッケー、これで。ふー。バイバイ、ワンワンたち。さあ、これでいける。やっとゴールだー。難しいわ。イェーイ。さあ、これで。あ、ドアだけでも3段階あるんやね。なるほど。よし、行こう。今のお願いはこんな感じです。急いで進め、アリヘイランド。ふんふん、難しさは2、大丈夫かな。じゃじゃーん、この度アリヘイランドをプロデュースしました。なので、ちゃんとゴールできるか、モニタープレイお願いします。ポイントは、ワイルダッシュかな。そんじゃよろしく、歌って踊れる1号。ふんふん、それではお願いします。あのアリのやつよね、丸っこい。
急いで進め、アリヘイランド。あれ、アリヘイって言うんや。初めて知った。ボム兵的な？おー、夜やん。パレードとかあるかな？えいー。てか、強制スクロールか、やめてー。ちょ、待って。危ない。あー、ちょ。早いよ、めっちゃ早いよ。くわ、頑張ろう。あ、待って、なんかちょっとでも失敗したらさ、めっちゃでい、はい、ちょ、全然避けてしまった。えい。はい。ちょっと待って、怖い怖い怖い。あ、よかった。ここで強制スクロール一旦終わり？一旦かどうかわからんけど。なんか吸い込まれた。そういう感じなんや。は。あ、でもコース自体は簡単。よかった。イエーイ。なんか景色を楽しむ余裕はなかったけど。ふぅ、なんとかクリア。あと1段階や。作れるものがあります。作ろう。今はこんな感じです。ってことで、東館の砲台受付準備のお願いを叶えてコインを集めてくださいね。お、今砲台作り始めた？作ってないよね。作ってないやん、ほら。作って。じゃあ本当に作っちゃいまーす。はい。OK。それじゃあ工事スタート。これできっと東館は完成するんかな、これで。いいね、いいね。お、段階が。お。東館の砲台の工事始まりました。じゃあどんどんお願いを叶えて工事を進めましょう。新しいお願いが5件また追加されてる。マリオさん、新しいお願いが来ました。ファイヤークッパジュニアクラウンの夜間飛行。夜間になった、今度は。ファイヤークッパジュニアクラウンで夜空を進むアトラクションがついに登場。硬いブロックは Y を長く押すと出るでかいファイヤーボールで壊せ。ゴールできたらご褒美だ。ゴールできたらな。くくく。アトラクション好き青年。クッパをすべて倒してからゴール。まあ、一体ね。アトラクションなんや。それではお願いします。ファイヤークッパジュニアクラウンの夜間飛行。クッパをすべて一体倒してからゴール。ウィー？何ウィー？なんかめっちゃ綺麗。ちょ待って、キノコ、キノコ。何？ああ！要は、このストーリーモードっていうのは全体的にあれなの。このウィーのコースってことかな？要は、ストーリーモードというのは全体的に、何かしら、おお、すげえ、そういう感じできるの。何かしらのこう、マリオの、アトラクションっていう設定なんかしら。巨大！ちょ、待って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 。やめてー。え、怖い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 。やめてよー。どこへ向かい？お、ファイヤー。やったー、今日かー。待って、下？やだ！ああ、ちょっと待って、下行きすぎじゃね？うん、危なーい。ワンワンは倒せないのか。あー、危ない。待って、時間？あ、時間めっちゃ少ないんや。なにこれ。ああ、そっか、クッパ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 。ちょ、待って、ゴール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 。クッパを倒します。はい、頑張ります。はい。待って、ワンワン超邪魔。はっ。はっ。あっ！逆。なんかもう絵面的にさ、
ワンワンが戦ってんのかっていう感じに。どれぐらい攻撃を当てればいけますか。あー、ちょっとワンワン邪魔。どんだけだよ、おい。はい、ファイヤー、ま、この部分を壊せば、あ、なるほど、下の部分を壊したらワンワンは入れなくなるわけだ。あー、痛い。ちょ、やめてよ、せっかくの。あ、来た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 。はい、これ、これ大事。あ、これでも邪魔なワンワンもおらんことやし、ファイヤーで強化されとるし、いい感じじゃない？どうなん、当たりよ、これ。あ、一応当たりよ、見えづらいけど。なんかピンポーンって言ってる。何の音？当たりよるって音か。クッパ羽生えとるやん。素敵。やったー、いけるー。何あの紐みたいな。マリオタイム。ふう、やったね。まだまだ少ないけれど。あ、でも東館のドアが完成した、これで。おー、綺麗。東館のドア完成。いいね。39% まで来た。完成しました。マリオさん、東館のドア完成です。これで東館の1階と2階が繋がりました。あの気品あふれる感じ、まるで私みたいでしょ。無言。さあ、どんどん行きましょう。反応は気にしないのかい？いや、まだ作れるものないからね。しょうがない。受付キノピオのお願いを叶えて、コインを集めてくださいね。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、どん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 、てかキノピオ、キノピオ、キノピコ親方は指示出しよるだけでさ、コインも集めてこんし、材料も集めてこんし、なんかすごい楽やなって感じやね。